北高代は、和歌山県出身の元女子柔道選手。和歌山県立田辺高等学校日本体育大学卒ミキハウス柔道部所属。2006年4月23日、現役引退を発表。習得高等学校教諭を経て、結婚、出産をし、現在は、結婚相手である一般男性が主催している、長道場で指導者をしている。婚姻後の氏名は、 宮田佳代。身長150センチメートル。得意技は背負い投げ。令和2年度障害スポーツ功労者賞受賞2004年と2005年のフランス国際大会の48キログラム級を連覇している。アテネオリンピック48キロ級銀メダリストでフランスのフレデリク・ジョシネに対戦成績で3勝1敗と勝ち越すなど実力的にオリンピックと世界選手権で 金メダルを狙える選手であったが、同階級に谷良子がいるために、オリンピックと世界選手権のいずれも出場できなかった。2005年の体重別では、谷とほぼ互角の戦いをするものの、GS が始まってわずか27秒後に攻めていなかったわけでもないのに、指導を受けて惜敗するが、この指導に関しては疑問の残る最低と報じる向きもあった。その後、 谷の妊娠による出場自体を受けて2005年9月にカイロで行われた世界選手権に出場したが2回戦敗退に終わりメダルを獲得できず2007年の世界選手権と北京オリンピックの女子柔道48キロ級日本代表は谷良子以外にあり得ないことを証明する結果となってしまった北田は直後に引退となったためカイロで行われた 世界選手権が最初で最後の世界大会出場となってしまった。柔道の世界選手権とオリンピックの日本代表選手の選考は全日本選抜柔道体重別選手権大会といった選考会があるものの今までの国際大会での実績も考慮されるため選考会で優勝してもオリンピックや世界選手権に出場できるとは限らない。そのため 結果的に北田は総王の実力があるにもかかわらず、谷良子というたった一つの壁を破ることができず、それゆえ代表経験にも恵まれなかった悲運の柔道家であると言える。指導している柔道場 www.yuyukan-judo.net ありがとうございます。